き伸ばされて前に自然にグッと出てくるよね。これもうまく使って、あとは下半身の股関節と膝と足首の曲げ伸ばしをうまく使って、どのタイミングで地面を押したら自分は高く飛べるんだろうっていうのをちゃんと意識して、で手はね、一回こういう感じで、手をしっかり上に上げてほしいっていう感じでやってほしい。いい？じゃあちょっと一回やって練習してみてください。はい、はい、うん、今はみんなこうしっかりトリプルエクステンションって言って、膝と股関節と足首がしっかり伸びて力を出すっていうのを意識できてるんだけど、みんな着地のパワーポジションっていうのをちょっと意識として忘れてる感じかな。この着地の状態がちゃんとできてなかったから、そこまでちゃんとジャンプをして着地をする、大きい力を出したら必ずそれを止める時がありますよ。そこまでちゃんとやるっていうのを意識しましょう。いいですか？はい、じゃあいきましょう。はい、止まる、しっかり止まる。そうして、もう一回確認して、今な何が説明した理想的な動きってあるよね。これが一つの基準ね。それに対して何ができてるかできてないか、できてることとできてないことのこのギャップが問題だから、なんで今これがうまくいってないのかなっていうのをこう原因を考えながら、じゃあ次このギャップを埋めるためにどうしようっていうのを考えながらやってほしい。いいですか？はい、じゃあ行きましょう。はい、こう、はい、着地、うん、その時に膝とつま先の方向がちゃんと一緒になってるかな。こうねじれたりして、このまま次の動きで強く例えばジャンプとかしようとすると、膝がねじれると膝の十字靭、前十字靭帯とこういう靭帯が痛めるとすごい大きい怪我につながるから、そういうのを怪我を予防するためにもね、ちゃんと膝とつま先の方向がちゃんと揃うっていうのが大事ですか。あとね、それがちゃんと揃うってことは無駄なく地面を最短で強く押せるっていう効果があるから、そこを意識してほしい。怪我を予防することとパフォーマンスを上げるのはもう表と裏、表裏一体の関係だから、そこをちょっと意識してやってみましょう。いいですか？はい、じゃあもう一回いきましょう。はい、でお互いさ、ちょっと気づいたら教え合って、うん、しっかり止まれるかな、しっかり、ぐらつかないかな、うん、着地の瞬間に押されても安定してるし、どう？どう？いける？大丈夫？じゃあちょっと何回かちょっとやってみて。じゃあね、周り2人3人組になっていいから、それぞれお互い見てやってさ、どこまで